来る気配です。やるわね。ありがとうです。クリティカルだよ。すごいかな。出れますよ。気をつけて。決まった。クリティカルだよ。クリティカルだよ。ファイファイ。終わった。そうよ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。見つけた。使うわよ。使うわよ。これ。さ、見つけた。到着っと。お疲れ様。やっ、マダムレベルアップです。褒めてください。なかなか手強いボスだったな。みんなが協力してくれて助かったわ。で、どんなパーツが手に入ったの？頭が良くなりました。金庫の機能が拡張されました。これで預金や運用ができるようになりましたよ。マスターの平べったいお財布を分厚くできます。それはかなりすごい能力だけど。いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？はい、少しですけど。あそこは昔私が住んでいた場所でした。だからアファシスはみんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。そういう設定なのか。よし、
次のパーツの情報を集めようぜ。よう、景気はどうだい？なんというか、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ。ちょっと待ってくれ。今日はあいつ連れてないんだな。ほら、あののんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ？なんだって？あの子が AI？そうだろう。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。いや、一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを譲って、金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど大事なところは抑えている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と目が離せなくなってな。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート、それにノリが合うかだ。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。まあそうだよな。お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえよな。けどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そんなの男じゃないからな。そしてアファシスはアイテム扱い。戦いで奪うことも不可能じゃねえってことは分かってるな。フィールドに出たときは用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。ワクワクです。
着っと。お疲れ様。待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほら、レイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。発見だ。到着っと。お疲れ様。投げるわ。バッテリーと来たと。投げるわ。アファシス。助かった。あった。弱ってるわよ。今のチャンス。最高です。バッテリーいいじゃない。すごいすごい。
やりました、マスターの勝ちです。男に二言はねえ。今回は俺様の負けだ。引き下がってやる。ほらよ、約束の物だ。ねえ、ちょっと待って、今回は？ついニューディーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者は辛いのです。やった。まだな。レベルアップです。褒めてください。エネミーだよ。よーし、よーし、出る。わーい。よーよー、待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると必ずジョーがいますから。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち？そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。
アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったらかなり高くつくぜ。なんでそんなことまで知ってるの？アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする？そうなるわよね。エネミーだよ。手を貸して。アバス、助かった。頑張ります。ヘイト、ワクワクです。ワクワクです。